今回は簡単にできる挽き肉とニラのスタミナ丼の作り方を紹介します。コスパのいいニラと挽き肉で簡単でお手軽に作れてスタミナ満点のレシピです。少ない材料でささっと作れるのもいいですよ。それでは作っていきましょう。材料は豚ひき肉 100g とニラ1/3束、生姜みじん大さじ1、にんにく大さじ1とおろしにんにく小さじ1、トッピングに使う卵1個です。よく温めた鍋に油を大さじ1入れます。油を鍋全体になじませたら豚ひき肉を入れ強火にして炒めます。お玉の裏を使ってひき肉の塊をほぐしながら炒めていきます。ひき肉が茶色くなっていくまで炒めていきます。このくらいになるまで炒めれば OK です。生姜、ニンニクのみじん切りを入れます。豆板醤を小さじ1入れ、よく炒めます。このくらいまで炒めたら、ニラを入れ、軽く炒めます。ニラは焦げやすいので、軽く炒めるだけで OK です。紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油も大さじ1入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 100cc 入れます。砂糖を小さじ1入れます。味の素を少量入れます。胡椒を振りかけます。ここでおろしニンニクを入れます。おろしニンニクを後から入れることで、ニンニクのパンチの効いた味になります。匂いが強烈になるので、気になる方は入れない方がいいですよ。ここから汁をひき肉に吸わせるようにして煮詰めていきます。水分をひき肉に多く含ませることで、ひき肉はパサパサになることもなく、味もしっかり染みて美味しくなります。汁が半分ぐらいになってきたら、全体をまとめるため、水溶き片栗粉を小さじ1入れます。最後にごま油を少量入れ、香りをつけます。丼にご飯を盛り、その上に炒めた具材を乗せていきます。真ん中にトッピングの卵を乗せれば完成です。卵黄を乗せましたが、卵をお好みで目玉焼きや温玉にしてもいいですね。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。